子供の救急事故予防。転倒・転落。子供は体に比べて頭が大きくバランスが悪いので、転倒・転落事故が起こりやすいところで遊ばせないようにしましょう。室内は整理整頓、つまずいたり滑ったりするものを床に置かないようにしましょう。ベビーベッドの柵は必ず上げておき、 踏み台になりそうなものをベランダや窓の近くに置かないようにして、転落事故を防ぎましょう。